瀬戸内海が地球上の全ての地域の希望の海となることを目指し、瀬戸内国際芸術祭2019を開催します。瀬戸内国際芸術祭2019宇野会場のオープニングになります。107日間高松と宇野の港をはじめとする12の島々で展開をされる予定となっています。この宇野港会場におきましても、皆さんに本当に親しんでいただいているチヌコチヌ、そして船底の記憶をはじめ、作品群がいろいろな展開をしてまいります。この期間支えていただく多くの、ボランティアの皆さん、そして今日までいろんな形で、この2019を作り上げた皆さんに感謝を申し上げるとともに、107日間、怪我の事故のない、芸術祭にしてまいりたいと思います。
丸い形のお弁当箱にお入れしました。玉野の幸を満載に手作りで、調味料にもこだわって無添加でお作りしております。お魚やお野菜など現地に出向いて仕入れをして、生産者さんと近い距離でお作りしたお弁当になります。